お元気ですか？谷村新司です。毎日の散歩の中でのささやかな発見と気づきを、走り書きにして、ラジテレに、用にこうノートでまとめるっていう、これもう習慣になりました。そして歩きながらいろんな気づいた風景、見つけた花、なんかの写真を撮る。そしてラジテレでアップする。これももう習慣になりました。いつも通りの幸せな毎日。そして今日もゆったりとお茶でも飲みながらあなたと始めていく幸せを感じております。ラジテレ、ゆっくりとスタートです。さて、今回のテーマは洋食です。そう、日本の洋食。昭和世代にとってでは懐かしい響きじゃないかなと思いますね。今情報によると若い世代の人も、新鮮で、ハマっている人が結構多いらしいですね。年代を超えて共通の喜びっていうのができるようでちょっと嬉しい感じがしておりますけどもね。ちょうど、学生時代、谷村が中学生ぐらいかなになってた頃ぐらいに、いわゆる外国の食べ物がどっと日本に入ってきました。つまりその頃の味っていうのは自分にとっては青春時代の味、それが実は洋食なんですよね。日本各地にある下流海、花町って言いますか、京都の祇園とか、ポント町とか、それから金沢にあります東の茶屋町とか、ああいうお座敷で日本の古典芸能を楽しみながら食事をして楽しめるという場所、こういう花町、下流会というんですけども、下流会の花町のその一角、お茶屋さんが集まった一角には必ず洋食屋さんが一軒あるんです。必ずあるのは洋食屋さんと銭湯ですね。これはもうどこの下流会も必ずそうなってます。それにはやっぱり理由があるんだなって、そのお茶屋のおかみさんに、なんで洋食屋さん、美味しい洋食屋さんがこの花町にはあるんだろうねって聞いたら、実はねって話してくれたことがあるんですよね。まずそういうお座敷に行って、お座敷を楽しむときに、出てくるお食事っていうのは基本は懐石料理なんですね。日本料理のもう定番の、少しずついろいろ色鮮やかに出てくる。この懐石料理っていうのは、そのお茶屋さんは作ってるわけじゃなくて、お茶屋さんの近辺にある仕出し屋さんという専門のお店があります。で、そこからお座敷が始まる時間に合わせて、どん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 運んでくるんですね。それでそのお茶屋さんのお座敷で順番にずっと出していくっていうシステム。これが割と定番なんです。